数々の名勝負、名事件を起こしたスーパーライジン、メイウェザーに負けた朝倉未来。あのまま試合が続けば勝っていたが、試合前にとんでもねえ奴らにメンタルを削られ、それが原因につながったことが分かったのだ。どうも、三代目ジードです。いやースーパーライジンおもろかったな。本日はメインマッチの喧嘩自慢には勝てるが喉自慢には役不足の朝倉未来ファイヤー様と、マークソコーヒーマズニが最強なりきん寝坊健太60人前フロイドメイウェザージョイ君45チャイエキシビジョンマッチ。朝倉ファイヤー未来様は序盤からジョイ君の動きに反応していたし、打ち込まれてからアッパーやフックがタイミングさえあればこれまさかいけんじゃねって予想を超える展開。そして第2ラウンド、メイウェザーの顎を一瞬上に上げるほど未来選手の右ストレートが炸裂。これまさかが現実に変わるのか。朝倉未来ファイヤー様が新たな伝説を築くのかと大いに期待させてくれましたが、結果は皆様ご存知の通り、朝倉未来の2ラウンド終了間際のクロスカウンターでの KO。 どよめきというよりかは、今の避けたんじゃないのってパンチで第2ラウンドのゴングと同時にダウン。後からスローを見ると、顎をかすめ耳後ろテンプルに当ててる。メイウェザー様の世界レベルの王者ザ・マネーのスキルをまじまじと見せられた。だが私ジードは考えた。 KO されたことのないミクル様じゃぞ。ファイヤー愛の歌を恥ずることなく歌ったミクル様じゃぞ。ダウン？なこたーない。必ずミクル様のメンタルを削り、ジョイ君45チャイのパンチを効かした何かがあると。そう、ジード見つけました。まず一つ、スーパーライジン12時開演、オープニングセレモニーが始まる。ん？やっぱりか、ジョイ君、また寝坊かいな。え？ライジン公式アンバサダーのくるみちゃん、人生で1回はくるみの寝技で締め落とされたいが、メイウェザージョイ君を追跡してるって。10時半から11時にホテルを出る予定が、なんと12時過ぎに出るという。こんな大舞台なのにアメリカンな遅刻でくるみ様を待たせたジョイ君45チャイ。みんなオープニングセレモニーで並んでるのに、メイズ様まだ首都高速で黒塗りアルファードを並べて走ってんぞ。まるで学校にカッコつけて遅れてくるカマチョヤンキーやないかこれ。で、あかん、くるみさんかわいすぎるなこりゃ。ジョイ君の遅刻よりくるみが気になる。焦げな可愛い子見たことねえぞ。なるほど、実に闇深い。くるみさん、あんたのせいだったんだね。戦う男たちの前にあなたの可愛さは罪なんだよ。闘争心に切り替えた心を下心に塗り替える。きっとみくる君も控え室で見てしまったはず。可愛いくるみって集中力を切らしたはず。くるみ様の可愛さの前に今のアイドルたち全員やり直せ。はい、おったー。みくるくんが負けたわけ。2つ目、謎の呼び出しサプライズ、実家豪邸パッキャオ様。いきなりの登場にみんなあぜん。ジョイ君、前日会見にもサプライズゲストと言いながらパッキャオ選手に来てもらってますとバラさんに出落ち紹介されていた。まさか当日のメインマッチの直前にも登場しリングでマイクを持つとは。そしてここでも事件が起こる。パッキャオ選手マイクで喋るが、もちろん英語だから会場には伝わらない。通訳が必要だ。パッキャオ専門？この前もミクル君のチャンネルにも出ていたちょっとビーボーイ風なヒップホップ日本人。通訳しだすと、今回はメイウェザーさんと朝倉ミクルアさん。え？朝倉ミクルアさん？誰？プリキュアにいてそうだな。私は同じアジアジア人として。ん？同じじゃない、俺らアジアジア人やなくてアジア人です。なるほど、実に闇深い。あんたのせいだったのか。ミクル君神経質なんだよ。試合前にそんな通訳されたら俺は朝倉ミクルアでアジアジア人なのかとパニックになったはず。朝倉ミクルア君が負けたのお前らのせいやないかい。ミクル君が負けたわけ。3つ目、マーキのやなくて、オークナー、やっと来たぞ。お前のための動画みたいなもんだからよ。覚悟できてんのか。あ、この脳内やりすぎなりきんぼんとし陰謀拡散伝説め。メイ様とミクル様の試合直前に前々からいらん言うてる花束贈呈。芸能人やインフルエンサーなどが試合の前に花束を渡す行事。試合直前にしける、格闘家以外リングにあげんななどとあまりいらない行事。そこでありえない事件が。ミクル君に花束を渡したのは
日本のヒップホップを引っ張ってきたジブだ。対してメイウェザーサイドにはこのごぼうの塔という政治団体代表奥野が花束を渡す直前にメイウェザーの足元に花束を投げ落とすという未だかって見たことない光景。唖然とした会場、なぐさでどよめきが上がる。やってまいよったと思ってたら気づいたら試合開始のゴング。なんてことしてくれたんだよ。気取られてたら世界の一戦始まってもとんがな。こっちは小遣い2万で PPV 買ってんだよ。8400円ぐらいかかってコイン買ってよ。6600円って嘘だぜ。あれ6600コインを現金で買うんだぜ。騙されたと思うけど見たい気持ちが勝ったんだよ。ほんまにチャラすんな、チャラ違いすんな。早急にごぼうの塔のスポーツアンバサダー朝倉みくるを外せ。巻き込むなみくるくん。いやみくるはくんを。ん、あら、ウィキペディアで奥のカッコ花束落としなとる。まさかお前が妖怪花束落としだったのか。なるほど、実に闇深い。君の記事読んだよ。全部おっしゃる通りだよ。みんなわかってるんだよ。ライジン好きな人ならわかってるけど、あんたがすることじゃないんだよ。その気持ちを代わりにしょって戦うのは朝倉未来はファイヤー選手じゃねえのかよ。どうせやるなら花束潰すぐらいメイウェザー叩いて罰金100億請求されろよ。それもできねえのに偉そうに言うなって。まあこいつは朝倉未来選手が負けた原因ちゃうわ。他の中でも一番しょうもない。けどその後の花束拾い上げたメイウェザーハゲジョイの好感度上がりすぎて、私が動画でメイジュニアジュニアメイウェザーウェザーさんいじってんのやばなるやろって。どうしてくれんねん。ウリタさんも言うてたけど、海を越えてきた客人に日本人として恥じゃってさ。てん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 、俺もヤバそうやな。バラさんも怒ってたしな。皆さん竹弾取ってくださいね。てかお前らも目様態度悪いとか話長い言うてたやんけ。結局全部こいつらのせいなんです。ファイヤー朝倉みくるわくん、大丈夫、君のせいやないよ。しかしパッキャオにメイウェザー、それにジジキャラは一体いくらに。ライジンやっぱり倒産。はい、おっさーん。もうくだらん、ほんま妖怪から気丈ばっか、まるで指揮者ボス相模原。